ホジェンドは、タジキスタン共和国ソグド州の州都。トルキスタン山脈とモボルタウ山脈の間のフェルガナ峡谷国への入り口に位置し、シルダリア川が流れる。タジク語では、フジャンド。ソビエート連邦時代は、レニナバードと呼ばれた。1996年の人口は18万人。ホジェンドはイスラム神学のエリートである法者の領地である。その規律と語助は、 ホジェンド出身者が1980年代に至るまで権力を維持することを助けた。ソグド歴史博物館紀元前6世紀、古代ペルシア人の城塞が築かれ、古代ギリシア人はこれをキロポリ、またはキレス旗と呼んだと呼び、シルダリア川北方のスキタイへの取り出とした。その後はペルシアの半島に組み込まれる時代が続き、8世紀にアラブの領地となる。 ホジェンドと呼ばれるようになるのはこの頃からである。10世紀には中央アジアでも有数の都市となった。13世紀にはホラズムシャー朝の将軍ティムールメイリクがホジェンドでモンゴル帝国を迎え撃った。14世紀にティムール朝の支配を受ける。その後ブハラハ国の時代を経て1866年ロシアに領有される。 1936年、レニナバードに解消され、1991年、保全ドの名に戻った。ありがとうございます。